エディス・コース・エバンズはアメリカ合衆国出身のタイタニック号乗客である。彼女は一等船客の中で死亡した5人の女性のうちの1人だった。1875年、ペンシルベニア州フィラデルフィアで裕福な家庭に生まれた。父キャドア・レーダーは弁護士、母・アンジェリンは女性運動の活動家だった。二人姉妹の次女で姉のレナは画家として名を知られていた。 一人身だったエバンズはニューヨークに長く居住しザコロニアル・デイムズ・オブ・アメリカという団体に加入していたアメリカ合衆国の植民地時代に活躍した弁護士アンドリュー・ハミルトンの子孫にあたりケイズ学に深い関心を寄せていたイングランドで行われた一族の葬儀に出席した帰り4月10日にシェルブール号からタイタニック号に乗船した 彼女は一等選出の A-29 号を割り当てられた。一人身で旅をしていたエヴァンズには付き添いの男性がいなかった。エヴァンズと同じく一等選客で戦士研究家として知られていたアーチボルト・グレーシー大佐は同様の立場にあった他の4人の女性とエヴァンズに対して船内で彼女たちへのエスコートを申し出ていた。事故発生後、グレーシーは エバンズともう一人の女性キャロライン・ブラウンを救命ボート付近まで送り届けた。二人は一度救命ボートに乗り損ねた。もう一層の救命ボート D 号は2時9分に降下の準備ができていたがエバンズとブラウンの両方を乗せる余裕がなかった。エバンズは渋るブラウンに何度も家でお子さんたちが待っているのだから先に置行きなさいと勧めた。救命ボート D 号は エヴァンズを戦場に残したまま離戦した。後に生還を果たしたグレーシーは、エヴァンズが数年前ロンドンで、水に気をつけるようにと占い師に言われたと語っていた、ことを証言している。エヴァンズの遺体は、ついに確認されなかった。1912年4月22日、ニューヨークのグレースチャーチで、追悼式が取り行われ、彼女を記念するプレートが掲げられることになった。 ありがとうございます。